辛いって言ってる人多いですね。結局捕まえられないので、そうやっぱり後ろ投げ通したいところでね、後ろ投げ通んないのはめんどくさいですよね。ただしインセットが通ってしまうと、あー偉い試しの門の竜巻をしっかりと拾っています。大事。さあ H ダムスゴー、これは通す。タックル入りすぎまーん。勢いよく、ゴー波動。まあまあ多少の球の被弾もね大丈夫ですよ。もう、うん、球はもうしょうがないっていうところだと思うんで、強気です。ああいいジャッシュル、裏切る。ジャッシュルマジで当たる。マサ勝利。そしてあの昇竜拳があったがためにやっぱこの後ダイエパン振りにくくなりましたね。そう動けなくなっちゃうんだねやっぱね。そうすると合気側のステージやりたい方がいい。あうまい長足。ただしまあこの方やっぱり EX ヒット通ると話が変わるので、やっぱ使わないんだ頭蓋必殺。もうこの対決だといや悪くないその選択肢、当たれば終わる選択肢、ね、悪くない。さあファイナルラウンド2マックスなんでね、ネットでも引っかかっちゃえば終わる可能性も全然あるんで、さあ投げている。あ届かない。これはコンボを刻む。いいとこでジャンプしてたな。うわーコンカツヘッド始まりそうだ。これはタクトース、タックル、タックル、ドンからのもう1回、そしてもう1回きたー、ユリアンの真骨頂、ユリアンタイム。うますぎそれは。